下は当てて上から優しく挟んであげる。でそのまま伸ばしてあげる。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、アイロンの入れ方、ストレートアイロンの入れ方、または、癖の伸ばし方をちょっとやっていきたいと思います。で自分でやるときって結構皆さんもパッと取ってこのままガバッとこう伸ばしていく方って結構多いかなと思うんですけど、でそれはそれで全然 OK なんですけど、やり方によっては伸びなかったりとか1日持たなかったりとか、ダメージが出たりとか跡がついたりとかいろいろ多分あると思うんですけど、その方法を正しいアイロンの入れ方、美容師が実践してるやり方をちょっと今日はご紹介していきたいと思うので、いつもうまいこといかないっていう方はこれをちょっと参考にしてもらえるとうまいこといくかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。ホリスティックケアのストレートアイロンを使っていきます。まずは髪の毛の太さによってのスライス幅を言っていきます。だいたい普通毛の方はこの幅が 1.5 センチ幅ぐらいですかね、だいたいで取ってあげると一番綺麗に伸びやすいです。で次に、じゃ髪の毛が太い方は逆に1センチ幅ぐらい取ってあげると癖がしっかりと伸びてくれます。でこれ以上太かったりとかすると1センチ以上、1.5 センチとかでいくと上の部分と下の部分がしっかり熱は当たるんですけど、中の部分までが熱が当たらない可能性があるので全部伸びなかったりもするので、なるべくスライスを薄めにしてあげるとベストかなと思います。髪の毛の柔らかい方、軟毛の方とかですかね、は逆に2センチ幅ぐらいで取ってあげるとベストかなと思います。なぜ2センチ幅ぐらいかっていうと、あんまり細いとアイロンが噛まないんですよね。こううまいこと挟めなかったりとかするので、スルッと抜けちゃうことって多分あるかなと思うんですけど、こう細すぎて、そうするとなんかあんまりこうプレスしてもそんなにこう髪の毛を挟めてないので綺麗に伸びてなかったりもするので、なるべく髪の毛の量が少ない方だったりとか軟毛の方、柔らかい方は2センチぐらい取ってアイロン入れてあげると綺麗に全体的に伸びます。スライス幅を3センチ以上とかで、ね、結構ガバッと取っちゃったりとかして、でアイロンをグッと挟んだりとかして入れちゃうと結構こう折れたりとか、この部分に折れ目がついたりとかして跡がついちゃうので、なるべく多くても2センチぐらいを目安にスライス幅を取るといいかなと思います。もうどうしてもスライス厚めでもう時間がないからパパッとやりたいっていう方はこうやって取るじゃないですか。もう3センチ以上で取っちゃって、でこの根元付近からここからアイロン入れちゃうとやっぱりこうプレスされて跡がついちゃう、クレパスになっちゃうので、こうまとめた時に細くなってる部分あるじゃないですか。大体こっから、根元付近からこの中間ぐらいかけて細くなってるところあるじゃないですか。ここからアイロン入れてあげると跡がクレパスみたいな跡がつかないので、そうすると少し横着はできます。ただこの辺の根元の部分に癖がある方はこれだと伸びないので、癖が伸ばしたい方はさっきのスライス幅でやってください。でもっと言うと本当にこうアイロンの入れ方って結構細かく言うとこう2つで挟むんじゃなくて、どちらかというとこう下はちょっと当てつつ上から挟んであげる、で伸ばしてあげると一番綺麗に癖が伸びると言われてます。よかったら参考にしてみてください。こんな感じでやってみました。で今日使ったアイロンがクレイツさんのホリスティックキュアのストレートアイロンになります。
で、いっぱいアイロンあると思うの で結構皆さん迷うと思うんですけど、なんか僕の考えですけど、なんかそのダメージが出ないストレートアイロンってあると思うんですけど、あれをやった時に確かにダメージは全然出なくて髪の毛でめっちゃ優しいなって思うんですけど、でも癖ってそんなに伸びなくないですか？なんか僕はなんかそういう風にちょっと思ってて、でこのアイロンは、まあ、ダメージも出なくて、で、癖も伸びてくれるっていうアイロンなんで結構好きで結構使うんですけど、お客様にでもやっぱそれが一番ベストかなと思うので今日はこれをちょっと使わせてもらってます。で、まあここのプレート、クリスタルプレート、これで、まあ、髪の毛の、まあ、水分を残したまんま、癖を伸ばしてくれるっていう構造で、あとはまあ横のこのコームですね、こうギザギザになってるところ、これで髪の毛を溶かしながらアイロンができるので結構綺麗に面が整って艶やかになってくれるかなと思いますんで、まあ今お使いのアイロンでも全然いいかなと思うんですけど、もしこう髪の毛のいたわっていきたいっていう方は結構おすすめなんで、よかったら参考にしてみてください。家電量販店も売ってるらしいんで、はい、ぜひチェックしてください。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。